じゃあ前回ねリフトアップしてだいぶねこう小側になったっていう話をね、はい、今いただいて、じゃあ今日もう一回ねもっとちょっとねやってみたいなと思うので、はい、一応顔を触っといてもらって、いや頬ね、はいはい、で、上げるに関して、一応この前少し入れたんだけど一回 何もこう止めてない状態で、ごめんなさい、ちょっと触りますよ、はい、でこれを足の裏で踏ん張れるかとか、はい これが踏ん張れないわけじゃないですか、はいはい、で踏ん張れないってことは上がらないっていうか直せないってことなんですよ。だから無理やり やると、まあ、多少はその時は変わるかもしれないけど自分の中 この圧力が出てこないんで本当に治ったってことには ならない、はい、じゃあそれをいいですか、ちょっと話させてもらって、エネルギーの状態を変えた時に、いいですか、これが押し返せますか、あ、はい、あすごい押し返せ、はい、そうそう、うん、そんなバカ力じゃなくて今頬で、ね、僕の手をグーッと押さえてるわけですよ、うん、はい、安定してます、はいはい、これだから必ず上がるはずなんで、これ、ね、これでまたちょっと痛い、ね、大丈夫、大丈夫です、そうそう、これでグーッと今足の裏で踏まれてる、うんうんうん、はい、なんか立ってやると、ね、分かりやすいですよ、はい、フラフラしないです、はい、うん、あもう今こっちこうグッてこう、あもう全然違う、ちょっと一回触ってこれ僕でもすごい分かる、ね、すごいこう何て言うかな、こうなんていう えぐれたみたいな感じ、ここ、分かります、はい、じゃあこっち行きます、もうすごいですね、これ僕本当によく分かる、僕あんまりこう分かんないんだけどこれ、はい、じゃあこれで、そうそうそう押し返してね、そうそう、うん、今ね、グーッと押し返してるんで、この力で今ね、顔の中から圧力が、うん、はい、ゴリゴリやっちゃうとね、やっぱりその時はね、血流良くなって確かに少し変わるのかもしれないけど、自分の中からの圧力だったら持つわけですよ、これが、うん、多分もうちょっとこっちに傾け、はい、そうそうそう、はい、一回離しますよ、はい、うん、一回まっすぐにして、あ、いいですね、いい感じです、どうですか、自分で触って、あ、これぷっくりしとったのが、そうそうそう、シャープになった感じが、うん、まあ、そう、シャープですね、だから、まあ、そぎ落した感じっていうか、そうそう、はい、うん、ここがこう今へっこんだ感じがボコンってくる、はい、はい、うん、そんな感じと、ここから下にこう肉がやっぱり下がってくるって、うんうんうん、よく今の方に入ったんですけど、はい、でもう少し やるとしたら、まあ、顎の下あたりですね、だからこの、うん、ここないのね、あ、そこの、うんと、うん、で多分ね、こっちから引っ張ってるんで、うん、これ一回外しますよ、はい、はい、でこうして、今顎のね、こう、うん、はい、これ分かります、全然、はいはいはい、足がフラフラ、はいはい、足フラフラしちゃうん でこれで、すいません、これでどうですか、はい、はい、うん、しっかりしてます、はいはい、でブーって踏んだと、うん、ちょっと簡単に出るか、これは大丈夫ですよね、うん、はい、そしてもう一つね、ここだと思うんですけど、うん、これそう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 耐える、あ、そうそうそう耐えるんですよね、そう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 、はい、よいしょ、それで、こちらに行きましょう、はい、こちら耐えれますよね、うん、はい、で、こっちに行きましょう、結構強い力押してもらいます、全然大丈夫、はい、フラフラしないの、はい、こうやって圧力がないと本当の意味で変わってこない、はい、今ちょっとすみません、結構しっかり押せたんで、うん、はい、それで触ってもらっていい、あ、うん、ね、だいぶシャープになった感じ、はいはいはい、シャープになった感じがして、うん、でまたお家でこう見てもらうと、うん、より小顔になってる、そう、はい、美容皮膚科で年に2回ぐらい、うんうん、8万円ぐらい払って、うん、筋肉だけ上げてもらって、あ、そう、はい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 、はい、やっぱし下がってくる、うんうんうん、じゃあこの前やってからは結構上がったまま、ね、全然上がったままですごいですね、その美容皮膚科でやった時よりも、うんうん、こう小顔で上に上がってね、はい、上がってる、ね、うん、そう、すごい、それがキープできてるってことですね、そう、そうそう、ずっと、うん、すごい、それちょっとすごくありがたいこと、じゃあ本当に8万円の美容のレーザーよりも筋肉、奥の筋肉を、はいはいはい、上げるやつをやってたんだけど、うんうんうん、全然効きが違う、あ、全然効きが違う、うん、ありがとうございます、すごい嬉しかったです、はいはい、で多分もっと奥の筋肉使えてるんで、だから持ちがいいっていうことだと思います、うん、はい、ありがとうございます、ちょっとね、お願いします、あ、それすごいいいことです、ちょっとそのまま、あ、かもさん、はい、一回こっち向きですわと思ってね、うん、
一応撮ってる、あ、ちょっと顔が映らない、一応撮ってるけど、またその中でちょっと気づいたことがあったら、はい、取り込みをなるべく流せないように、でまあ一回全体見てもらってね、で頭もすっきりしてるでしょ、そう、あと、うん、はい、なんかすっきりしたら、やっぱし冬になるとこう、はい、こうなっちゃうからさ、そうそうそう、はい、悪いとこがいて、うん、まあ、今日はもう一つね、この脳幹っていう部分ね、ここやったんで、はい、こことのつながりもやっぱり顔にも、あの顔面神経、三叉神経というのがあるんで、ここも鍛えとけば、そうすれば上がりがもっとよくキープできる可能性が、ね、高いと、今この辺もどう軽い感じが、顔が軽い感じがします、はい、はい。